だか落ち着くわね。こうして新天地支店に戻ってきたけど、なんというか、日常が戻ってきたというか。そうだな。サイファーの件は完全に解決したみたいだし、サイコフェイバリングス社の連中ももう悪いことはしてないようだ。そうだね。それがいいんだよ。よくわからない別次元からまさか世界が狙われているなんて、想像つかないでしょうに。で、私たちはあと1ヶ月したら青空横丁へ帰ることになっているわ。それまでにアコビスの沼地で満喫しないとね。あと1ヶ月したら、帰るのか。今までいろんなところに行っていたんだな。そんな長旅が終わりに近づいているわけか。長いようであっという間だよな。なんだか寂しいぜ。あと数十年ここにいてもいいのに。そんなにいてたまるか。まあ、気持ちはわかるわよ。アコビスの沼地に新天地しては沼地生活から、いい感じに私たちの旅というか物語を作ってくれたと思う。そんな場所とそろそろお別れする時も来るし。なんだったら、また半年後に旅行で来てみるものがいいかもしれないわね。マリサも青空横丁で活動があるでしょうし。そうだった。長期休暇したところだし、そろそろボランティア活動しに戻らねばな。だけど、お土産話をたくさん作っておきたいぜ。いいわね。私もサトリ姉さんとルーミアちゃんに可愛いお土産買ってあげようと思うし、新天地支店にはいろいろなお店があるわ。む、サトリ。サトリで思い出したんだが、そういえばあの隊長って、どうなったんだ？サトリ隊長のことかしら。確かに急に私たちとの返事がなくなって、気づいたらポケットの中にもいないわ。いないって、安否がどうなってるかわからんのが怖いだろうよ。あれでも隊長は協力してくれたいいやつじゃないか。なんであんな激闘があった末に忽然と、行方をくらましたんだ。わからないわ。私もあれってなってたんだけど、前回の動画でも状況が状況で気づけなかった。でも隊長が使ってたと思われるタグ、みたいなのが出てきた。これ、分析できる人に渡せば何かわかるんじゃないかしら。そうだな。ラミノたちに聞いてみようぜ。マリサに恋し。っていうかここで会話してたのかしら。霊夢さん、クリスティーナといろいろショッピングしていたわ。綺麗なお花を霊夢さんと選んでました。二人ともお帰りなさい。私はマリサと会話していただけなんだ。でね、霊夢さん。待って。私からも聞いてほしい話があるのよ。先に私の話を聞いてちょうだい。なに？グリッチサイドがまだ世界各地に観測されているまま、原因が完全に突き止められているわけじゃないよね。サイファーの一件が終わった現状として。あ、そう。それも今、抱えている目的というか。結局のところ前回はサイファーの平和を取り戻し、これでグリッチサイドは消えるだろうと思ってたわ。でもそれがサイコフェイバリングス社の仕業でもなければ、妖怪の山に出現したという穴の発端もまた別じゃないのかもしれない。ユカリンもそう見てるだろうし。そうだな。その件が全くもって関係ないということなら、他に原因があると思うし、私らがまだ知らないところに隠されているかもしれないな。そしてそこに悟り隊長が関係してくるだろう。え？悟り隊長と小鈴隊員というのがいただろう。あいつらはどう考えても別次元から来たような雰囲気があった。ということはグリッチサイドを越えてきている可能性も考えられる。グリッチサイドが関係しているのなら、悟り隊長は何を思ってか、私たちの前を離れたんじゃないか。そうね。じゃあ小鈴隊員はまだこの世界にいるんじゃ。確かに。小鈴隊員に聞けば隊長の居場所とか調べられるんじゃないかしら。っていうか小石の持ってるその札らしきものは何よ。あ、これかしら。ポケットから出てきたの。隊長の私物だと思うわ。それに隊長も後のことは私たちに任せた可能性も考えられる。
そうね、何かに気づいて離れたんなら。でもそれだったら一言声をかけて欲しかったわね。そうなんよ。あ、とか、あいうえお、でもいいから、一言告げて、離れて欲しかったわ。とまあ、これを闇野に渡して分析してもらいましょ。洗車じゃん。っていうかこれ、だいぶ前にやらかしたんだっけ。やらかしたわよ。ラミノの洗車らしいけど、どこをどう間違えたらこんなものを所持するお嬢様がいるのかしら。小石さんに皆さん、来ていただけて嬉しいです。お気に召しましたでしょうか。私のペットなんです。ペット？洗車なんですけど。ラミノ、あなたには何が見えているのよ。一体。これは波の砲台1号ちゃんです。何かがあればこれで特攻できますし、戦場でも戦っていけるのです。それに今日は新天津市で個展が開催されておりまして、私、波のもそれに便乗して参加している次第なのです。へぇ、個展やってるんだ。で、波のはこの戦車で攻めるつもりなのかしら。はい、私の可愛いペットなんですからね。今回は新天津市に初めて訪問してくださるお客様にも見ていただきたいので。これをペットでゴリ押すの無理があるだろうが、それに下手したらその辺の建物を崩壊させかねないんだが。まあ、ラミノの趣味の一つなんだし。あ、ラミノ、あなたに見てもらいたいものがあるんだったわ。これは何でしょうか。私のポケットから出てきたもので、おそらく悟り隊長の持ち物なんだ。でもこの中にデータが入ってるんじゃないかしら。それがどんなデータか気になっててね。ご提出ありがとうございます。では、財団のオフィスヘリモート転送です。あ、間違えて洗車発進開始のボタンを押してしまいました。ちょっと何してんのよ。やばいわよ。洗車が何かを撃とうとしているじゃないの。なんで洗車が都会のど真ん中にあるんだよ。なんでこんなことになるのよ。バラエティ番組でもやらない危ないものだぜ。っていうか、普通に都市部を破壊できるようなものじゃねえか。あ、でもマリサ、今の戦車が砲撃した場所、路地裏だったみたい。ねえ、あそこってカジノに繋がってるんじゃ。確かに。でも今はカジノに用事なんてないだろう。それはそう。でもそこじゃなくて、路地裏に見慣れないものが落ちているわ。これは、何かのマジックアイテムかしら。悟り隊長のタグといい、なんか意味ありげなアイテムが出てきたわね。うん、なんかあるよ。以前こんなものを目にしてないから。それに今の戦車の砲撃がなかったら見つけられてなかったわ。クリスティーナさん、もちもちしてますね。やめてください、ラミノさん。すみません。私のミスで大変なことに。こちらのタグ、ただいま調査してみます。ありがとう。じゃあ私たちも今拾ったこのマジックアイテムを調べましょうか。これは一体、何なのかしら。埴輪みたいな、偶像にも似ているような。どういうこと?やりました。私の作戦成功です。私が最強なのです。それを証明するために、送られてきた挑戦者を倒します。なんだこいつ。いきなり宣戦布告みたいなことをしてきたんだが。というか、マジックアイテムを手にしただけで飛ばされたんだけど、そういう条件だったのかしら。そこでごちゃごちゃうるさいです。私を勝たせるために、負けてもらいます。それじゃあ勝負しましょう。負けてください。チートとかインチキ厳禁です。イビューアイ、よろしくお願いします。なんか出たー。落ち着け小石、バカでかい目玉の怪物だ。あいつがどういった攻撃をしてくるかわからんが、あんなでかい目玉の化け物が相手なら、目を狙うしかねえよ。これは、怪物じゃないです。私の可愛いペットで、戦車なのです。ラミノと同じこと言ってる。それのどこが戦車だ。
化け物だろうが、いいか、理不尽な理由で私らは負けないぞ。何を言っているのです。私がユカラ戦車なのです。私のことを舐めないでください。さあ、イビルアイ、あいつらを投げ払えです。さあ、一撃で倒れるのです。ゲームオーバーです。ユカラすごいビーム。あ、当たるもんか。その巨大な戦車にお返しよ。あら？は、跳ね返してきたんですか？ちょっと待ってください。私の敗北なんて納得できません。イビルアイ、復活してください。今のうちに逃げるわよ、マリサ。それじゃあ。待ってください。隊長が消えた理由はやっぱりグリッチサイド以外に考えられない。次はコスズ隊員のことも調べる必要があるな。あとは私とタブの結果報告待ちね。っていうか、路地裏で見つけたアイテム消えたんだけど。なぬ、まさかの消費するタイプのやつだったか。でもそれが条件ってことを考えるとグリッチサイドを通じて本来行けない次元に行けるんじゃねえか？どういうこと？無限死の応援の時と同じだ。今までなんてこともなく飛ばされていたけど、他にも条件付きで出現するかもしれん。グリッチサイドのドレミーにも一応聞いておこうぜ。もしかしたらグリッチサイドの原因が見つかるかもしれん。そうね。まだ異変は完全に解決したわけじゃないわ。うすうす気づいていたんじゃないかしら。そうよ、あなたたちの目的はまだまだ続いていくのだから。